ガストン・ド・フォアは、16世紀初頭のフランスの将軍で、ヌムール公。イタリアの雷と呼ばれた。父は、フォアハク・ガストン4世と、ナバラ女王、レオロールの息子ナルボンヌシシャクジャン・ド・フォアで、母は、オルレアン公。シャルルの娘で、フランス王イ12世の姉のマリード・ドルレアンである。姉ジェルメーヌは、アラゴン王フェルナンド2世の2番目の王妃となっている。 国王ルイ12世のおいであり、また王妃、アンヌド・ブルターニュの重邸でもあったガストンは、1511年に21歳の若さでフランス軍の総司令官となり、カンブレ同盟戦争で活躍した。勇猛果敢な戦いぶりで、フランス軍に数々の戦勝をもたらしたが、1512年4月11日にラベンナの戦いで戦死した。 フランス軍は戦闘には勝利したものの、総司令官の戦死によって士気が下がり、この勝利を戦略的に有効活用できないまま、結果的に退却を余儀なくされた。ラベンナの戦いにおけるガストン・ド・フォアの死、ありがとうございます。